日本語学習者のみなさんをいつもいつも応援するポッキャスティング今日は「非常時について」「おまち」「今日も今日も日本語頑張ってるかい?」「ちょっと声がおかしくなった」 歌もおかしいねトーンがトーンがちょっと変だよやっと戻ってきました声が声が低くなりました声が低すぎるのも高すぎるのもダメねちょうどいい声が出なくなりましたちょうどいい声が出ませんねだけど このまままポッドキャストを始めますははい皆さんこんこににちはおやっと声が元に戻りましたねすごい高くなったりすごい低くなったりもうそれだとね疲れちゃいますからね、えー、今この声が普通の声ですね皆さん安心してください僕はいつもこんな話し方じゃないよこういうね、まあ、普通の話し方ですからね大丈夫ですね3人いるみたいですねね 例えば、えっ、ー、と声が高い方々声,声は僕は声が高い人ですよ。僕は声が低い人ですよ。あと、そして僕は声は普通の人ですね。えっ、ー、とつまらない声の遊びをね。子供みたいな遊びをしてますね。つまらない声の遊びをしている、えー、わけですけども。今日もいつものようによろしくお願いします。今日はですね、えー、非常時についてちょっと話したいと思います。非常時。 え日,日常と非日常の話をずいぶん前にしましたけど、えー、それとまあ似てるんですけどね言葉は日常というのは普通の日ですね非日常というのは、えー、普通じゃない、まあ、ちょっとスペシャルな日とかそういうことを言いますね日常と非日常で、えー、非,常非常というのはねまたその情「常」「常」というのは普通という意味ですね普通の日のこと。 普通の状態でじゃない非常非常時。ということでまあちょっと何て言うかな普通じゃない時のことを非常時って言いますね、えー、例えば地震が起こる時ね地震ですね地震子供がね外で騒いでますね僕の子供じゃないんですけどねあの近所の子供、えー、非常時っていうのは例えば地震が起こったりとか津波とかねそういう時は非常時ですね本当に危ない状態。 あとは、今みたいな状態、コロナウイルスの状態、ね、非常時。で、あの、非常時なんですけど、これね、やっぱり日本では地震があるし、あの、津波もあるしね、津波はまあそんなに今まではなかったんですけど、大きい津波はね、あれもありました。今までもね、そんな、あの、本当に少ないんですよ。津波はね、めったにない。あの、あんな津波はね、もう、何百年ぶりとか言ってたんで、あの、初めてじゃないけど、 あの子供が子供が元気ですねあの僕のね僕もちろん僕は初めてあのあの津波はね僕の人生では初めてだしあの今生きてる人とかもうおじいちゃんおばあちゃんも一回も経験したことがない津波の大きさです。あの2000えー2000 2011年ですね2011年の津波はあの全然もう特別な津波ですねでも地震は本当に毎年毎年たくさんありますよねで地震もあるしもちろんあの火事とかねそういう火事は火ですね火事とかあと台風とかねそういうのもあるので日本ではやっぱり非常,非常時のためそういう時のためにいろいろなね訓練とかをします 前にも言ったように僕の子供もね保育園とかでそういう訓練をするし会社とかでもすると思いますね学校はもちろんしますえー、みんなでねこうエヴァキュエーションのねあのなんていうかなシミュレーションプレイというかねあの練習をするんですね訓練をしますそしてあの今ね例えばコロナウイルスで世界中の人があの食べ物をねたくさん家にあの か買って置いとこうっていう。そういうあのまあ、行動をとってますね。で、それはあの日本ではね。結構普通です。まあ、もちろん一人暮らしの人とかはそんなにたくさんね。食べ物を部屋に置いてないと思うんですけどね。家にねだけど、普通のまあ、家族だったら結構ね。たくさん食べ物を家の中にあのストックしています。 やっぱりそれはまあそれが普通なんですよね日本だと台風があったりとかまあいろいろそういうことがあるんでなんかその時のために食べ物をある程度ね、えー、ストックしとくっていうのはもうこれはほとんど日本人はそういうふうに考える人は多いと思いますほとんどです本当にまあそのもちろんねあの台風が近づいてくるともっともっと買うんですけど 普段から結構多くの食べ物とかトイレットペーパーとかティッシュとかを結構ねキープしている人が多いまあ僕はねあの僕の奥さんのねお父さんとお母さんねがあのトイレットペーパーが結構なくなってきたら次のトイレットペーパーを買うっていうのは結構僕はカルチャーショックでしたねあの僕の実家ね僕のお父さんお母さんとかもトイレットペーパー結構たくさんありますからね家に。 で僕もねもともとねトイレットペーパーとかティッシュはいつも結構多くの量をあの必要以上の量をキープしとく癖があるんですよね。でまあ結構そういう人多いと思います日本人だと。お米とかねあの、まあ、5kg とか1 0キロぐらいは普通は家にあったり多分おあの家族が多いとこだったら2 0キロとかねあの普通に家にあったりするんですよね。 えー、パスタとかもそうですねもともと僕も結構ストックありましたねうんだからまあやっぱり、えー、日本はね災害が多いからこういうことに慣れてますねあのー、コロナウイルスのねこのこのせいでいろいろなものをね、あのー、買いに行きましたけどなんかね 例えば、ね、トイレットペーパーを買ったりとか、あのー、水を買ったりとかした時にあれなんかこれでもちょっと前もこんなことしたなと思ったらやっぱりあの去年ですね去年の台風の時に今度の台風は大きくなるからたくさんね水とか買っといてくださいみたいな、まあ、アナウンスがあったんであのみんな買ったんですよねそういう、あのーまあ、水とか、あのー、カップラーメンとかね。 だからあのまあヨーロッパとかではね本当にこのコロナウイルスの前はそういうことをする必要はなかったんですけどアメリカでもね日本では割とあのこういうことはよくあることですねよくあるというのはそのコロナウイルスは初めてですよもちろんだけどこういうちょっと非常時、ね、非常時はよくあることなのでそれもやっぱり理由としてあの日本人が割と まあパニックが少ないっていう理由かもしれないですね。あの、もちろんね、結構これは大変、大変な状態なんですけど、それでも、日本人は割と冷静かなと思いますね。冷静というのはその静か。うん。もちろんね、たまにいますよ。ちょっと慌てた人がね。だけど、まあそうでもないかなと思いますね。そんなにパニックみたいなのはほとんどないですね。うん。まあその理由は、 もちろん性格がね、まあ、静かな性格の、まあ、国民というのもあるけどでもやっぱり慣れてるっていうのがあると思いますね非常時に慣れている今、ねまあ、いいのか悪いのかわからないですけどねそれだけ地震が多いということですそれだけ津波が多いということですまあお津波は本当に思ってるより少ないんですけどそれほどあの台風が多いということですねうん皆さんどうですか元気ですか 僕はね、元気なんですけど、まあ、これどうなるんですかね。<laughs> 分からない <laughs>。もうね、もうずっとそんな話をしてます。前回とかはあんまりそういう話をしなかったですけどね。まあ、コロナウイルスの話になるともう、どうしようもないですからね。うん。うオリンピックのこととかね、あんまりもう、明るいニュースがないですからね。あんまりあれですけど、こういう時はね、何をしたらいいかな。やっぱり、 皆さんね自分が好きなことをした方がいいですよ少しまあ例えばねあの本を読んだりとかあのギターを弾いたりとかね僕ね本当にねギターを弾いててよかったなと思うんですね最近あの僕はね結構あのストレスを感じたりちょっとそういう何ナーバスになったりするとね、えー、ギターを弾くことが多いんですねこれはあの どちらかといえば自分がギターを弾いていたら気が付くんですよあストレスを感じてるんだなっていうふうにねあの村上春樹の小説でありますよね、あのー、キャラクターメインキャラクターが、あのー、なんかストレスを感じるとアイロンをかける、ね、アイロンをかける洋服にアイロンをかけるという性格なんですねでそれが逆に、ね、自分がアイロンをかけていたら自分がストレスがあるっていうそういうなんか、まあ、自分で気が付くことができるっていうね はい、それと同じように僕もあのストレスを感じてギターを弾くので自分がギターを弾いているとあ俺は今ストレスを感じてるんだなというふうに逆にね気が付くことができるんですねというわけで最近ねギターを弾くことが多いこれはやっぱりストレスを感じているんですかね全てはコロナのせいですねあいつめそれではまた皆さんチャオチャオアスタレゴまたねまたねまたね